まあ伊藤にしても岩崎にしても悪い時はこんなもんやろ。野手にとってハマスタと神宮っていい球場だよな。ハマスタって去年めっちゃホームラン少なくなかったか？去年の PF が 0.7 だったと記憶してる。今日は風きつかったからね。ウイング席できて風変わったと言われている。甲子園より少ないよ。今日は強風吹き荒れる得意日や。でもまあ伊藤にしても岩崎にしても悪い時はこんなもんやろ。だいたい阪神の得点だって風のおかげでもろうたもんやないか。糸正は打たれん方が不思議な状態やったし、岩崎はダメな時は打ち損じ待ち。両方が合わさった感じ。特に佐藤相変わらずの打席安打も風。岩崎はまあ良いけど、糸正はずっとだからな。よりによって今日炎上するなよと思うし、ドンが下ろさないなら大勢みたいに自分から申告して降りてくれたらよかったのに、なんで初回から修正できず、あかんの分かってて続投させてるんや。5回で恩情を与えたのがダメだったね。4失点したところで切っておけばまだ傷は浅かったかもね。ご視聴ありがとうございました。